源の頼朝は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の日本の武将、政治家。鎌倉幕府の初代征夷大将軍。聖は源氏の一流たる川内源氏の源の、義友の三男として生まれ、父、義友が平治の乱で破れると、伊豆国へ入るされる。伊豆で、餅人王の領事を受けると、北条時政。 北条義時などの坂東武志らと平家打倒の兵を挙げ、鎌倉を本拠として関東を制圧する。弟たちを大官として、源義仲や平家を倒し、先行のあった末帝、源義経を追放の後、諸国に守護と自童を拝して力を強め、欧州合戦で欧州藤原氏を滅ぼす。研究3年に聖遺体将軍に任じられた。 これにより、朝廷と同様に、京都を中心に県政を誇った、平氏政権とは異なる、東国に独立した武家政権が開かれ、後に、鎌倉幕府と呼ばれた。頼朝の死後、御家人の権力闘争によって、頼朝の着流は断絶し、その後は、北条義時の着流が、鎌倉幕府の支配者となった。 出生跡地にある西岸寺と誕生旧地比旧案3年4月8日、源義朝の三男として、尾張国愛知軍厚田の厚田神宮西側にあった、神宮を宮し、藤原富則の別邸にて生まれる。陽名は、鬼武者、または鬼武丸。父祖は、聖は天皇の孫で、親戚降下した、源の常元。源の,の源の中、 川内源氏の祖の源頼信、前九年の役の源頼地下、五三年の役の源義家、源義地祖父の源頼の義。母は、富のの娘の由良御前。乳母は、引きに、相互に、山内に。方言元年、父の義友は、方言の乱で、後白河天皇川で、平の清盛らと共に戦勝し、 ストック上皇側の父のためよしの除名を自身の先行に変えて願うが許されず、父兄弟を斬首し左馬頭に任せられる。方言3年、頼朝は、後白河天皇順母として立候した、元古内親王の皇后級顕彰神となり、平治元年2月に元古内親王が陰合宣言を受けると、上西門院倉人に補いされる。上西門院天皇はじめにおいて、 徳大寺さねさだ平の清盛などの天上人が集う中で、剣敗役を務める。また、同年1月には、右この絵将軍に、6月には二条天皇の蔵人にも、部任される。長兄の吉平は、無冠と見られ、先に任官していた受刑の友長よりも昇進が早い、ことから、母親の家柄が高い頼朝が吉友の後継者。 着難として待遇されていたと見られている。平時元年12月9日、吉友は藤原信頼と共に、後白河上皇と二条天皇を代理に捕らえる。14日、13歳の頼友は右、兵衛健介に任せられる。26日、上皇と天皇は代理から逃れる。27日、官軍となった清盛らが代理へと攻め寄せ、俗軍となった。 吉友らは、敗れて刑を逃れ、東国を目指す。英略元年2月9日、頼友は、大御国で捕らえられ刑の六原へ送られ、死刑を当然死されるが、清盛のママ母の池前儀の嘆願などにより、死等を厳ぜられる。なお、除名嘆願には、後白河院、上西網民の遺構が働いていたとの説もある。また、平時の乱の本質は、 陰近神同士の争いであり、吉友は、信頼に従属する者の一人に過ぎず、その子供たちの処分が軽度であったのも当然とする、見解も示されている。三月十一日に、伊豆国へと、流刑された。なお、時刑の友長は、不詳により身も国青墓で落命し、吉友は、尾張国の間にて、お定ただむねにより暴殺され、長刑の吉平は、都で処刑され、 道部兵の源の清は土佐国へ流刑される。昼ヶ小島伊豆国での留忍生活は資料としてはほとんど残っていない。入る地として昼ヶ小島が知られているが、この地は北条市の支配領域で当初から同地に居住したのかは不明である。周辺には、引きにの娘婿である足立森長、 川越重より、伊藤助清が側近として使え、源氏方に従ったため所領を失って放浪中の、佐々木さだつなら四兄弟が従者として奉仕した。この地方の霊山である、箱根権限、そういう権限に深く帰依して、土胸を怠らず、暴風、義友や源氏一門を弔いながら、一地方武士として、日々を送っていた。そんな中でも乳母の甥。い、 三好安信から定期的に京都の情報を得ている。また、武芸の一環である巻狩りにもたびたび参加していたことが知られている。なお、この流刑になっている間に、伊豆の豪族、北条時政の長女である政子と婚姻関係を、結び長女、王姫を設けている。この婚姻の時期は、王姫の少年が、自称二年とされることから、 自称もととし頃のことであると推定されている。なお、大姫の少年を暗言二年とする説と唱えるホタテ道久は、政子との婚姻は、その前年である、安本元,元年より以前としている。なお、フィクション性が高いとされる、蘇我物語には次のような記載がある。人間二年頃、二十一歳の頼朝は、伊藤助近の下にあった。ここでは後に家人となる。 土井實平、天野園慶、大場影吉などが集まり狩りや相撲が模様されている。スケチカが在京の間に、頼朝が、その三女、八十姫と通じて、子、千鶴丸を成すと、スケチカは激怒し平氏への聞こえを恐れて、千鶴丸を伊藤の轟どろきが淵に投げ捨て、八十姫を、江間小四郎に嫁がせる一方で、頼朝をうたんとくわだてた。スケチカの次男、 スケキオからそれを聞いた頼朝は、そういう権限に逃れて、一命を取り留めた。なお、前述のホタテ道久は頼朝が、八重姫と政子の両方と関係を持っていた時期があり、北条と政を無を婿としていたスケチカが、自身のメンツを潰されたことが襲撃の原因としている。また、政子との婚姻に関しては、原平清水期に次のような逸話がある。 よりともと子の結婚に反対する人生は、山木兼高にとがせるべく雅子を兼高の下に送るが、雅子はその夜のうちに、婚礼の場から抜け出した。しかし、よりの妻となった雅子と、山木兼高との婚儀については、兼高の伊豆ハイルが1179年であり、長女を姫が1178年に誕生している、ことから、物語上の創作と思われる。 自称四年、後白河法皇の御子である、持人王が、平気追党を命ずる領事を、諸国の源氏に発した。四月二十七日、伊豆国の頼朝にも、叔父源幸家より領事が届けられた。持人王は、源の頼政らと共に、宇治で廃止したが、頼朝は動かずしばらく事態を生還していた。 しかし、平家が領事を受けた諸国の現実意図を企て、自身が危機の中にあることを悟った頼朝は、挙兵を決意すると、万道の格豪族に、挙兵の協力を呼びかけた。現氏類大の家人からは、挙兵に否定的な態度を取る者が少なくなかった。一方で、治行国主変更に伴って、圧迫を受けた武士。 平家に近い豪族と対立関係にある武士たちの協力が見込めそうな状況にはあった。最初の標的は、伊豆国木大、山木金高と定められ、自称4年8月17日、頼朝の命令で、北条時政らが庭山にある金高の木大屋敷を襲撃して金高を討ち取った。19日、頼朝は、伊豆国において最初の政治行為を行った。 伊豆を制圧した頼朝は、相模国土秘境へ向かった。頼朝らは、本拠地三浦を発した、三浦一族と合流する予定であったが、三浦一族が大雨により増水した佐古川で、足止めを食ったため合流できず、その前の8月23日に、真鶴付近で、石橋山の戦いに突入することになってしまった。頼朝軍300機は、平家宝の大場影地下、 伊藤助地から三千余期と戦って敗北し、土井真平らわずかな従者と共に山中へ逃れた。数日間の山中逃亡の後、死を逃れた頼朝は、8月28日に、真鶴岬から船で安防国へ脱出した。鶴岡八万宮自称4年8月29日、安防国平北軍領島へ上陸した頼朝は、 暴走に勢力を持つ上ズサ・ヒと、千葉・ツ種に火星を要請した。頼朝は9月13日に、安望国を出た。その後、下佐国府で、千葉一族と合流、ヒロが大軍を率いて参上し、上ズ千葉領氏を勢力に加えた頼朝は10月2日、太い、墨田の領賀を渡る。武蔵国に入ると、足立縁元、笠西清重を加えた。 笠西清重の説得によって、同じ秩父市一族である、畠山重忠、川越重より、江戸中長羅もよりともに従うことになった。10月6日、かつて父、吉友と、兄、吉平の住んだ鎌倉へ入る。鎌倉は、後の鎌倉幕府の本拠地として、発展を遂げることとなる。東国の反乱の報告を受けた平家は、平これ森率いる、追悼詩を送った。 よりともはこれを迎え撃つべく10月16日に、鎌倉を発し、途中で従わぬ豪族を制圧しながら木瀬川に着陣する。10月20日、海を発して、八田の戦いに勝利した、武田信義らと共に藤川の戦いに勝利する。その後、千葉つねやかずさ広らのことを入れひたち国の、佐竹市討伐に向かう。この最中、 欧州の藤原秀平を頼っていた、伊母帝、源義経が参じている。きっと、相模国府で、初めての勲功の賞を行い、捕らえた、大場影地下を処刑する。ついで、佐竹秀吉を討つべく、日立国へと進軍する。戦いは、上ズサ広常の活躍により、秀吉を逃亡させ終わった。鎌倉へ戻ると、和田義盛を、 侍所の別当に補えす。侍所は、後の鎌倉幕府で軍事と警察を担うこととなる。頼朝貴臣江島神社をくつぐう鳥居寺象4年末までに、四国伊予の功野氏大見源氏海源氏品野源氏美野源氏鎮勢の豪族らが挙兵して、全国各地は、動乱状態となった。平家も、福原から京都に戸を戻して、 反撃に転じ、大見源氏や南都寺社勢力を制圧する。反撃に入った平氏であったが、要は元年うるう2月4日、最高権力者の平野清盛が熱病で世を去った。全国的な反乱が続く中、平家は、平重平を総大将として、尾張伊イ島の東国征伐に向かう。重平は、源の雪家らを砂股川の戦いにて打ち破り、見の、尾張は、 兵士の勢力下に入った。頼朝は和田義盛を遠藤見に派遣するが、兵士はそれ以上は東に兵を進めず、とに戻った。一方、要和元年6月の横田川原の戦いで、源義仲が勝利し、義仲は勢力を伸ばしつつあった。信濃や上野に加えて、越後にも進出した。武田信義を中心とする海源寺は、海、信するが 東東海を勢力下に置いていた。この時期、頼朝は南坂道を支配下に置いては板た桃の北坂道の豪族と争った記録が、東鏡に散見されている。また、常に、欧州藤原氏や佐竹市山東の信仰に脅かされていた。楊和元年7月頃、頼朝は、後白河法皇に平家と和睦の書状を送るが、清盛の後継者である、 平宗盛は、清盛の遺言を理由にその和平提案を拒否した。一方、平家は都への食料供給地である北陸に攻撃の矛先を向けた。東海道と東山道の対平家最前線は、海源寺が担っていた。よってよりともが、この時期に平家と直接対峙することはなかった。さらに翌年の受栄元年からは、洋和の基金によりいずれの勢力も大規模な。 軍事行動を行うことができず、こ着状態となった。そのような中、要は元年8月に、妻、政子が、着難の源の頼家を出産している。樹衛2年2月、の義宮合戦で、源の義弘、足利忠奈良を破り、これにより、坂東で、頼朝に敵対する勢力はなくなった。挙兵直後から頼朝は、朝廷の従来の枠を外れた方法で、 御家人の所領の保証、敵方の没収所領の給付を行い、本領&、新恩給付という豪族たちの最大の願望を実現していき、万道豪族の支持を集めていった。源頼朝像受影2年春、持人王の領事を受けて挙兵していた、源義仲が、頼朝と対立する、叔父の義弘雪家を庇護したことにより、頼朝と義仲は、 武力衝突寸前となる。両者の話し合いで吉仲の着手、吉高を頼朝の長女、王姫の婿として、鎌倉に送ることで和議が成立した。朝廷では、平家追悼の恩賞に対して、議論が行われて、先行第一は頼朝、次は吉仲、その次は、行家という結論は出たものの、未だに上落していない。 よりともの教官への任命について上落後に任じれば、良いとする藤原教衆と、直ちに任命すべきであるとする、九条金座や藤原長方との意見対立があって、まとまらず、8月10日に吉中は、十五位下左馬頭、越後守る、雪家は、十五位下貧乏神に任じられたものの、よりともについては十月9日に平時の乱で止められた。 十五一下の異界に服されたのみであった。さて、義仲は、兵士との戦いに勝利を続け、七月に、兵士一門を、都から追い落とした。大軍を率いて入京した義仲は、後白河法王から兵士追悼の命を得るが、寄せ集めである義仲の軍勢は、統制が取れておらず、飢饉に苦しむとの食糧事情を悪化させ、また後位継承に介入したことによりんや、 丁臣たちの反感を買った。朝廷と京の人々は、頼朝の上落を望み、後白河法皇は吉中を、最国の兵士追悼に向かわせ、代わって、頼朝に上落を要請する。10月7日、頼朝は、藤原秀平と、佐竹秀吉に、鎌倉を攻められる恐れがあること、数万機を引き受落すれば京が持たないことの2点を、理由に、死者を返して、 要請を断った。前述の通り、10月9日に、朝廷は、平時の乱で止めた、頼朝の遺械を服すると、14日には、東海道と東山道の所領を、元の本所に戻してその地域の年貢、官物を頼朝が信条し、命令に従わぬ者の,の沙汰を頼朝が行うという、内容の戦時を下した。頼朝はすでに実力で制圧していた地域の所領の、 修行や御家人の賞与罰則を行っていたが、それは、朝廷から見れば、非公式なものであった。樹影2年10月戦時により、当初、反乱軍とみなされていた、頼朝率いる鎌倉政権は、朝廷から公式に認められる勢力となった。同年12月、東国自立を主張する、カズ広ヒが頼朝の命令で、梶原景時に中殺されている。 うるう10月15日、頼朝の上落を恐れる義仲は、兵士追悼の戦いに敗れると京に戻り、頼朝追悼の命を望むが許されず、11月には、頼朝が送った、源義経率いる軍が、大御国へと至る。兵士と義経に挟まれた義仲は、宝珠寺合戦で、後白河法皇を拘束して、 頼朝追悼の戦時を引き出し、受英三年一月には、政党大将軍に任せられた。二日に、源の範頼と義経は、数万騎を率いて京に向かい、吉仲は、合わずの戦いで撃たれた。頼朝は、鎌倉にあった、義高の処刑を考えたが、これを、大姫が義高に伝えたため、四月二十一日に、義高は女房に奮して、鎌倉を逃れた。 頼朝は、堀近氏家に命じて、お手を差し向け、二十四日に、武蔵区に入間河原で吉高を撃った。これに行き通った母の政子は吉高を撃った家人を、強授する。ほぼ同時期に、甲斐、源氏の一条忠頼が鎌倉において、頼朝の命令で、天野園慶に殺害されている。またこの時期までにもともとは、 頼朝と同格の武家統領だった会、源氏の一族それぞれを家人化させることに成功している。その頃、朝廷では頼朝が義仲を討ったことで先に保留されたままになっていた頼朝への御章問題が再審議され、平野正門の乱における藤原秀里の先例に習って、西洋に下に腰解させるとともに、同じく、 藤原忠文の先例に習って、誠意将軍に任じるべきだとの意見が上ったが、将軍に任命するには説刀を授けるなどの儀式や、将軍の下につける軍艦、軍僧を任命する字幕が必要であるとの意見も出された。そこで、頼朝本人の意見も聞くために、樹影三年一月二十一日に、鎌倉に向かって使者が送られたが、頼朝は過分な望みはなくすべては、 朝廷の意向に従いたいとする申し状を提出することにした。その使者が2月20日に京都に帰還すると改めて議論が行われ意見がまとまらなかった正位将軍を含めた官職への任命は頼朝の申し状に沿う形で再び先送りにしてまずはジョイを先行させるとして3月27日の地目で1 4人下へのジョイのみが行われた。この情報は 地目危機書きを持った、義経の使者によって4月10日に、鎌倉の頼朝に届けられた。義仲を討ったノ頼と義経は、平家を追悼すべく刑を断つ。元略元年2月7日、摂津国一の谷の戦いで勝利を収め、平重平を捕らえて刑に戻った。この戦いの後、頼朝は義経を、自らの代官として都に残し、 義経のサハの元機内の武士たちの掌握を図る。一方、四国に逃れた平家を追悼すべく九州、四国の武士に、兵士追悼を求める書状を下して、土井真平や梶原景時を山陽諸国に派遣した。六月五日の時目で、平頼森が官任一条、吉安、則より、源、広綱、平賀義信が国士となった。八月八日に、 乗り寄りを対象とする、平家追悼軍が鎌倉から出陣した。従わせた家人は、北条義時、足利義兼千葉常田根三浦義住、結城智光、比企義和、和田義盛天野円慶らである。頼朝は乗り寄りに大使経営の駐留を禁じており、追悼軍は27日に経営入ると29日に、平家追悼士の幹部をたまい。 9月1日には、再会へと赴いた。10月6日、公文書を開き、大江広本を別当に任じる。公文書は後に、万所と名を改め、後の鎌倉幕府における政務と財政を司さどる、こととなる。20日には、訴訟を司さどる、文中書を開き、三好康信を出事とする。この時期になると、二階堂行政。 平成治ら中華級の有能な官人たちが才能を発揮する場を求めて、鎌倉に下校するようになり、彼らが幕府初期官僚組織を形成する。文字元年1月6日、再開の乗り降りから兵糧と船の不足、関東への帰還を望む、東国武士たちの不和など窮状を訴える書状が届く。頼朝は、安徳天皇や憲令門人の無事のため、軍を動かさず、 九州の武士からくれぐれも、反感を得ぬように記した書状を出し、九州の武士には、乗り降りに従い、平家を撃つことを求めた。この状況を見た義経は、後白河法王に、西国出陣を奏上して、その許可を得ると、10日に、佐抜国屋島に向けて出陣し、19日の屋島の、戦いで、平家を会場へと追いやった。26日、 九州の武士から兵糧と船を得た乗り寄りは、諏王国から、文後国へと渡る。3月24日の壇の浦の戦いで平家は、滅亡し、平宗盛らを捕らえた。これを受けた、後白河法皇は4月26日に、当弁である、藤原光政を、九条金座根のもとに派遣して、頼朝を、十二位に助したいとの考えを伝えて、意見を求めた。 法王の考えは、十三味は、摂津源氏である、源の頼政と同じとなってしまい、川内源氏の頼朝が無念に思うかもしれない。肖像くらいでも、平の清盛が平治の乱の先行で得た以外で、頼朝が不快になるかもしれないと危惧していた。これに対して、金金は、そのようなことは頼朝は気にはかけないでしょうが、法王が気にされるのであれば、頼朝の勲行は、 過去に比類なきものであるため問題ないでしょうと答えた。しかし、三つ正が退出した後、金金は、ジュニーは過分で、十三味に進めた上で感触を与えて不足を補うべきであると愚痴を述べている。かくして、四月二十七日に頼朝は、平家追悼の功により、ジュニーへ登った。文治元年四月、平気追悼で、侍所少子として、 義経の補佐を務めた、梶原景時から、義経を弾劾した書状が届く。4月15日、頼朝は自由人間の禁止令に違反しない教えずに、朝廷から人間を受けた、関東の武士らの人間をののしり、東国への帰還を禁じるが、同じく人間を受けた義経には咎めを与えなかった。景時の書状の他にも、ノりヨりの管轄への越権行為、 配下の東国武士たちへの勝手な処罰など義経の戦争を訴える報告が入り、5月、御家人たちに義経に従ってはならないという命が出された。その頃、義経は平宗森不死を伴い相模国に凱旋する。頼朝は義経の鎌倉入りを許さず、宗森不死のみを鎌倉に入れる。腰越に泊まる義経は、許しをこう腰越上を送るが、 頼朝ともは、宗盛との面会を終えると、義経を鎌倉に入れぬまま、6月9日に、宗盛不死と、平重平を伴わせ気楽を命じる。義経は頼朝ともを深く恨み、関東において、恨みをなすのやからは、義経に属くべきと言い放つ。これを聞いた頼朝ともは、義経の所領をすべて没収した。義経が、大み国で、宗盛不死を残首 重平を自身が焼き打ちにした東大寺へ送ると、8月4日、よりともはおじ、雪家の追悼を、佐々木貞綱に命じた。9月に入り、慶の義経の様子を探るべくかじわら、影末を使わすと、義経は痩せ衰えた体で影末の前に現れ、雪家追悼の要請に、自身の病と雪家が、同じ源氏であることを理由に断った。10月、 鎌倉に戻った影末からの報告を受けた頼朝は、義経と雪家が通じていると断じ、義経を中するべく家人の土砂坊正俊を刑に送る。対して義経は、頼朝追悼の直挙を、後白河法皇に求めた。10月17日、頼朝の命を受けた、土砂坊ら6 4余が刑の義経邸を襲ったが、応戦する義経に、行家が加勢して、襲撃は、 失敗に終わる。義経は、と佐坊が頼朝の命で送られたことを確かめ、頼朝追悼の戦時を、再び朝廷に求め、後白河法皇は義経に戦時を下した。10月24日、頼朝は、源氏一門や多くの御家人を集め、父、義朝の母大寺、正る長寿院落成供養を行った。その日の夜、 朝廷の頼朝追悼戦時に対抗して御家人たちに即時上落の命を出すが、その時鎌倉に集まっていた2098人の武士のうち、命に応じた者はわずか58人であった。頼朝は自らの出陣を決め、雪家と義経を撃つべく29日に鎌倉を立つと、11月1日に駿河国木瀬川に着陣した。対する義経は、 よりとも追悼の兵が集まらず、ご白河法王に、九州、四国の支配権を認めさせた後、十一月三日、老頭や雪家と共に戦わずして京を落ちた。海路西国を目指すも、途上暴風雨に遭い、戦乱は、難破、一行は散り散りになり、義経は行方をくらませ、目掛けの聖御前が、吉野山で捕らえられている。なお、 義経を九州に迎えようと岡城を築いていた、文語国の尾形小形恒例義は、上野国沼田に入るされ、文語国は一時関東五分国となった。11月8日、頼朝は都へ使者を送ると、木瀬川を立って、鎌倉へ戻る。11月上旬、義経ツ雪へと入れ替わるように上落した、東国武士の態度は強硬で、陰文国の張間国では、 法王の大官を追い出して、倉庫軍を封印している。11日、頼朝の怒りに老狽した朝廷は、吉常、雪家追部の院前を諸国に下した。12日、大江広本は、処置を考える頼朝に対して、守護、自童の設置を進言した。これに賛同した頼朝は、終章する朝廷に対し強硬な態度を示して、圧力をかける。24日に、 北条時政は、頼朝の大官として戦記の兵を率いて入教し、頼朝の奮闘員に告げて、交渉に入った。28日に、時政は、吉田常房を通じ吉常らの追分のためとして、守護、地頭の設置を認めさせることに成功する。12月には、天下の早々と協調して、陰近親の快館偽装苦行による調整の運営。 九条金金への内乱宣言といった三加条の平等改革要求を突きつける。偽装苦行は必ずしも親鎌倉派という陣容ではなく、陰近親も後に法皇の有名に妖精により復権したため、頼朝の意図が貫徹したとは言い難いが、金金を内乱に据えることで陰の恣意的な行動を抑制する効果はあった。文治2年3月には、 法王の超愛深い摂政のこの絵元道を辞任させ、代わって金金を摂政に任命させる。4月頃から義経が京都周辺に出没している風文が飛び交い、頼朝は貴族、院が陰で操っていることを察して憤き通る。5月12日には泉国に潜んでいた源の幸家を討ち取った。頼朝は捜査の実行によって義常をかくまう。 自院勢力に奴を加え、彼らの行動を制限した。その間に発見された、義経の腹讐の老党たちを逮捕、殺害すると、陰近心と義経が通じている確証を挙げる。11月、頼朝は義経を逮捕できない原因は朝廷にある。義経をかくまったり義経に同意したりしている者が、いると朝廷に、強硬な申し入れを行った。 朝廷は重ねて吉経追部の院前を出すと、各寺院で逮捕のための祈祷を大規模に行うことになった。京都に見捨てられた吉経は、欧州に逃れ藤原秀平の被護を受けることとなった。頼朝は、諸国から争いの訴えなどを多く受けるようになり、また平重平によって焼かれた東大臣の再建工事なども手がけた。同年、政子が、次女三旗を産んだ。 政子の妊娠中に頼朝は、大神局という目掛けのもとへ通い、3月に、大神局は、頼朝の指定赤月を産むが、政子をはばかって、出産の儀式は省略されている。大神局は、政子の嫉妬を恐れて、身を隠し、定赤月は、乳母のなり手がないなど人目をはばかるようにして育てられた。平家倒滅後の頼朝にとって、鎌倉政権を安定させるためには、 潜在的脅威である、欧州藤原氏を打倒する必要があった。文治2年4月には、藤原秀平に、受栄2年10月戦時で獲得した東海道、東山道支配権を理由に、欧州から都に献上する年貢は頼朝が取り継ぐと、申し入れ、秀平もこれに応じた。文治3年10月に、藤原秀平が没し、文治4年2月に吉常の欧州潜伏が、 発覚すると、頼朝は、藤原秀平の子息に、義経追悼戦時を下すよう朝廷に創造した。頼朝の申請を受けて朝廷は、2月と10月に、藤原元成と、藤原康平に、義経追悼戦時を下す。文治5年うるう4月30日、鎌倉方の圧力に屈した康平は、衣川間に住む義経を襲撃して、自害へと追いやった。 6月13日に義経の首が鎌倉に届き、和田義盛と梶原景時が首実験した。25日、頼朝はこれまで義経をかくまってきた罪は、反逆以上のものとして、安平追悼戦時を朝廷に求めるが直挙は、下されなかった。しかし大場景義氏の、軍中は、将軍の礼を聞き、天使の御事のりを聞かずという信言により、 7月19日、直鏡を待たずおよそ1000キを率いて、鎌倉を発して、安平追悼に向かった。頼朝軍は、指したる抵抗も受けずに、白川関から欧州南部を進み、8月7日には、伊達軍国見駅に達した。8月8日、石名坂の戦いで、頼朝の別動隊伊佐ためが、忍ぶ正治佐藤元春を打ち破り、8月8日から10日に、 かけて行われた、厚かしさんの戦いにおいて、藤原国公率いる欧州軍を破った頼朝は、安平を追って北上する。22日には、平泉を攻略するが、安平は館に火を放って逃亡していた。26日、頼朝の宿所に斜面を求める安平の書状が、投げ込まれたが、頼朝はこれを無視して、9月2日には、岩井軍。 クリア川へ向けて、進軍を開始する。クリア川作はかつて全9年の役で、源の頼近が、安倍貞党らを討った地であり、頼朝は、その、彼へに習い、クリア川作での安平討伐を望んだのである。9月3日、安平はその老中である、河田二郎の裏切りにより討たれ、その首は6日に、神岡にいた頼朝へ届けられた。頼朝は、河田二郎を、 八逆の罪に値するとして残罪に処し、前九年の役で祖先の源の頼地下が、安倍貞党の首をさらした故事に習って、安平の首をさらした。九日、京都の一条吉安から七月十九日付の安平追悼戦時が頼朝の下へ届いた。十二日、頼朝は、神岡を出て栗屋川作に入り、十九日まで、投流して、 後人の斜面や欧州藤原氏の混流した、中村寺、毛辻、宇治平等院を模した、無料行院の事領案度などの処理を行った。平泉に戻って、所持をめぐり感銘を受けた頼朝は、鎌倉に戻った後に、中村寺境内の大長寿院に模した英福寺を、混流している。22日、頼朝は、欧州支配体制を固めるため、 笠井清重を欧州総武行に任命すると、28日に平泉を立ち、翌10月24日に鎌倉へ帰着した。この欧州合戦には関東のみならず、全国各地の武士が動員された。また、かつて敵対して捕虜となった者に対しても、この合戦に従って先行を上げるという挽回の機会も与えられていた。さらに、 前9年の役の源のより地下の洗礼を随時持ち出すことによって、坂東の武士たちとよりともとの主従関係をさらに強固にする役割も果たした。この欧州合戦の終了で自称4年に起きた、自称、受栄の乱から続いていた内乱がも終結を迎えることになる。文治5年11月3日、朝廷より欧州征伐を称える書状が下り、 頼朝は安ぜちへの認可にお打しんされ、さらに勲功のあった御家人の推挙を促されるが、頼朝は辞退した。欧州では大河県人の乱が勃発するが、足利義金や千葉種忠に出陣を命じ、文治6年3月に大河県人は討ち取られた。伊沢家家を道の国留守職に任命し、在庁官人を指揮させ、欧州への支配を強化した。 研究元年10月3日、頼朝はついに上落すべく鎌倉を立つ。平時の乱で、父が撃たれた、終わり国の間、父家が止まった、美濃国青墓などを経て、11月7日に千予期の、御家人を率いて入居し、かつて、平の清盛が住んだ六原に建てた神邸に入った。9日、後白河法王に拝越し、長時間四人を交えず会談した。 よりともは、県大納言、右この上大将に任じられたが、12月3日に、領官を辞した。任命された官職を、直ちに辞任した背景としては、領官ともに、京都の朝廷における公やごとの運営上、重要な地位にあり、九時への参加義務を有する領官を辞任しない限り、鎌倉に戻ることが困難になると判断したと、見られている。11月9日の夜、 よりともは、九条金金と面会して、政治的提携を確認した。よりともの在京は、およそ40日間だったが、ご白ら院ワインとの対面は8回を数え、懲罰関係に、新たな局面を切り開いた。吉爪と雪家の捜索逮捕の目的で保持していた、日本国総追捕し、総司等の地位は、より一般的な治安警察権を行使する。 高級的なものに切り替わり、翌年3月22日の研究申請で頼朝の諸国守護権が公式に認められた。12月14日、頼朝は京都を去り29日に鎌倉に戻った。研究2年3月4日の夜、鎌倉は大規模な火災に見舞われ、大倉幕府やその周辺の御家人の屋敷などが多数消失した。頼朝は、 郊外の天縄にあった、足立森長の邸宅に逃れて無事であったが、鎌倉の都市計画は、修正を余儀なくされた。もっとも、この前日に、鎌倉に大化を予言した者がいたなど、あず鏡には、不審火を示唆するような記述が見られ、よりとももしくはその周辺の幕府首脳が、都市計画の障害となる建物を整地するために、意図的に引き起こした放火である。 とした説を唱える研究者もいる。研究3年3月に、後白河法皇が崩行し、同年7月12日、即位した後鳥羽天皇によって頼朝は、聖位大将軍に任ぜられた。三円樹香陵抜き書き用書集の山円樹記研究3年7月9日上及び12日上によると、頼朝が望んだのは、大将軍であり、それを受けた朝廷で、 総監、正統大将軍、正位大将軍、上将軍の4つの候補が提案されて検討された、結果、平宗盛の任官した、総監や源義仲の任官した、正統大将軍は、強令であるとして退けられ、また、上将軍も、日本では、先例がないとして、坂の上の田村麻呂の任官した、正位大将軍が、吉礼として選ばれたという。なお、 よりともが、聖位大将軍を望んだ者の後白川法王に阻まれたとする説については、近年は疑問視されている。また、それまではせいぜい十三味までの、東方軍事司令官でしかなかった、この職に、あえて左大臣にも相当する聖二位でついたことは、軍権に基づく、政権担当者という意味合いが加わり、以降、幕末まで700年近く続く慣例が創始された。 同年8月、マ子が三男の源のサネ友を出産。その3ヶ月前の5月、大神局が生んだ、低イアは7歳になった時、マサコをはばかって出家させるため、ケのニン寺へ送られた。出発の日にヨリトモは密かに、低イアの元を訪れ、タッチを与えている。研究4年5月、御家人を集めするが国で巻狩りを行う。16日、 この巻狩りにおいて十二歳の頼家が初めて鹿を、止めた。この後、狩りは中止され、晩になって、山の神、矢口の祭りが取り行われた。また、頼朝は、喜んで政子に、報告の使いを送ったが、政子は、武将の着手なら当たり前のことであると使者を追い返した。これについては、頼家の鹿狩りは神によって彼が頼朝の後継者と、 見なされたことを人々に認めさせる効果を持ち、そのために頼朝は、ことのほか喜んだのだが、政子には、それが理解できなかったとする解釈もなされている。一方で、政子の発言は頼家を貶めるための、東鏡の曲筆で、実際には、そのような発言はなかったとする説もある。28日の夜に御家人の工藤助けが、蘇我兄弟のあだちに愛打たれる。 掘れ期間期によると、宿場は一時混乱へと陥り、頼朝が撃たれたとの誤報が鎌倉に伝わると、乗り寄りは嘆く政子に対し、乗り寄りがおります。何事もご心配はいりませぬと慰めた。この発言が頼朝に、無本の疑いを招いたとされる。8月2日、乗り寄りから頼朝のもとに無本を否定する起承文が届くが、頼朝は乗り寄りが、 源の使命を使ったことに激怒した。8月10日、頼朝の寝床に潜んでいた、乗り寄りの患者が捕獲される。これにより乗り寄りは、伊豆へ流された。研究5年には、甲斐、源氏の安田義帝を中止している。研究6年3月、摂津国の住吉大社において、幕府御家人を集めて、大規模なやぶさめを催す。研究8年には、 薩摩国や大隅国などで、大田分を作成させ、地方支配の強化を目指している。研究6年2月、頼朝は、東大寺再建供養に出席するため、政子と頼家、王姫ら子女たちを伴って、再び上落した。長女、王姫を、後鳥羽天皇の日にすべく、娘、秀子を受代させている、九条金金ではなく源の道地下や単語局と接触し、 大量の贈り物や莫大な荘園の安堵などを行って、朝廷工作を図った。研究7年11月、金ザメは一族と共に失脚。頼朝はこれを黙認したとされる。しかし、研究8年7月、王姫は病死。研究9年正月、頼朝の反対を無視して、後鳥羽天皇は、道下の幼女が産んだ。 土御門天皇に上位して上皇となり、道地下は天皇の外籍として県政を強めた。頼朝は朝廷における代弁者であった一条、義康河野夫子が相次いで病死したこともあり、遅ればせながら危機感を抱いて、金金に書状を送り再度の提携を申し入れたと言われる。だが、それらは金金の日記、玉葉やその弟寺園の 具感省にのみ見られるものであり、実際には道地下は、頼朝や頼家に、最大限の配慮をしており、反駁的苦行の指摘は当たらないとする見解もある。政権基盤の脆弱な道地下が頼朝と敵対したら、ひとたまりもなく、また頼朝は引き続き次女、三万姫の受代を目指し、三旗は、道地下の主導する朝廷から、妙語の戦時を受けている。 御家人統制に王朝権威を利用し始めた頼朝にとって、朝廷統制は不可欠であって、その最も直接的な方策こそ、娘の受代と外孫の即位であった。だが、研究9年12月27日、頼朝は、相模川で催された橋区用からの帰路で体調を、崩す。原因は落馬と言われるが定かではない。研究十年一月十一日に出家。 1>, 1月13日に死去した、去年53。平治物語は、年齢より大人びているとし、平治物語絵巻段巻には、頼朝と見られる若武者の姿が残る。原平清水期は、顔が大きく容貌は、美しいと記している。樹齢2年8月に、鎌倉で頼朝と対面した、中原康志帝の言葉として、平家物語に、願王期に、 背ひくきカリけリ、要望優美にして、言語文明なりとある。九条金真の日記、玉葉は、より友の体たる、異性厳粛、その性強烈、性敗文明、利比団結と書いている。身長は、大山積神社に奉納された甲冑をもとに、推測すると165センチメートル前後はあったと、され、当時の平均よりは長身である。肖像は、 知名度の割には少なく、大半が、近世になってからの作品である。東鏡には、法磁合戦の際に、三浦安村が、北山の北家道に立てこもり、絵像三陰御前で王子を断じたという記述があるが、この画像や、これを、素型とする作品は現存しない。京都人ご地蔵の肖像画は、 よりともを描いたものとして伝わり、大和絵肖像画の傑作として国宝に指定されている。平成7年に、米倉道夫が、その画法や服装から足利忠義を映したものとする、学説を発表すると、造主について議論が続いている。鶴岡八幡宮の白山明神に伝わっていた、仮犬姿の木像は、江戸時代には、よりとも像とされ、明治初期に流出し、 原三景の手を経て、現在は、東京国立博物館が像して、重要文化財に指定されている。甲府市善光寺の海義光寺所蔵の木造源、頼朝座像は、戦国期に、武田信玄によって、海義光寺が創建された際に、品の義光寺から移されたもので、体内名から文法3年もしくは、文永5年の作であるされる。体内名には、 政子の命で作られたことや頼朝の命日が記されていることから現存最古の頼朝像であると考えられている。頼朝の実像を最もよく表しているとして中学、高校の教科書に掲載されるなど評価が高まっている。ものの痛みがひどく、令和2年時点で修復中である。歴史学者の黒田秀夫は源の頼朝を表したとされる肖像を整理。 検討後、次のように結論付けている。東白像、殿元の頼朝像は、県庁寺にある、北条時頼像と比較。やや技巧が硬い部分があるが、綿棒表現や、大きさに至るまでうり二つであり、また後に仮犬には、本来ない平尾や、衣主体を取り付け、将軍の清掃である束帯姿に改造された、形跡があることから、本来は、 県庁寺の像をもとに、北条時織像として14世紀の鎌倉時代末期に作られたが、後に失われた、源頼朝像の代わりとして、側体姿に改造された上で、白山明神に置かれたとしている。一方、海義光寺の源頼朝像を、体内の名分を造像,像名ではなく、修理名として読み解き、13世紀第一四半期に、 北条政子の発言で作られた資料上明らかな唯一の源の頼朝像であり、二度の火災で頭部だけが当時の姿で残り、体は鎌倉末期の修理の際に補作されたという論考を発表している。こうした研究状況を反映して、現在の小中高教科書でも3作品が並行して用いられている。小学校では、 保存状態の良い東博像が掲載される傾向があり、海吉満寺本の掲載例はない。中学校では、未だに、新吾寺本が多く採用されている。高等学校では、比較的早い段階で、神吾寺本の掲載をやめ、東博本や海吉満寺本に変更するなど、 研究成果を敏感に反映させているものの、頼朝像の掲載自体をなくしたり、神護寺本を使い続ける出版社もあり、研究動向の混迷がそのまま肖像の掲載に現れている。ただし、神語地像を掲載する教科書は減少傾向にある。頼朝の開いた武家政権は制度化され、次第に朝廷から政治の実権を奪い、 後に幕府と名付けられ、王政復古まで、足掛け約680年間にわたって続くこととなる。よりとも在世中はまだ朝廷との二重政府的な要素も強いが、守護児統制度によって東国のみならず全国支配の布石を打っている。また、武家政権を代表する地位が聖意大将軍であるという慣習、また源氏がその地位につかねばならないという観念。 将軍のみが隔絶して高貴な身分として幕臣に、君臨するという習慣も頼朝に橋を発している。武家政権の創始者として、頼朝の業績は高く評価されており、ほとんどの日本人は義務教育で頼朝の名を学んでいる。その一方で、人格は冷酷な政治家と評される場合が多い。それは、多くの同族や兄弟を死に追いやり、自ら兵を率いることが、 少なく、主に政治的交渉で、鎌倉幕府の樹立を成し遂げたことによる。特に方言美意気で、高い人気を持つ末程、義経を死に至らせたことなどから、頼朝の人気はその業績にもかかわらずそれほど高くなく、小説などに主人公として描かれることも少ない。上記のように、武人でありながら戦闘の人頭指揮を取ることが非常に、 少なく、ミスの奥から指令を発するようなイメージが、日本人好みの英雄像と乖離していることもある。作家の長井道子は、頼朝は勃興する、東国武家勢力のシンボルであるとし、その業績をすべて彼個人の能力に帰するような、課題評価を今占めているが、一方でその政治力、人材掌握力は高く評価し、日本史における組織づくりの天才であり、 その手腕は後世に、彼を手本とした、徳川家康より一層高知であると評している。以上は概ね現代における評価であるが、頼朝は過去にも多くの人物により評されてきた。この他に、成敗奮明、抜けたる器量の人、頼朝君公まこ誠に試しなかりければ等がある。総じて政治的能力への評価は高いが、論評者が勤労家か,かどうか、 儒教の倫理観に近いかとの見方によって、全体の評価が上下する傾向があるほか、時代によっても評価が揺らぐのも、特徴と言える。頼朝の顔、我の死後は、同等も公用もいらぬ、ただ頼朝の首を羽我が母前に備えよは、平家物語に記された文言であり、物語ゆえその真偽を疑う声もある。ただし、玉洋寺正五年八月一日上では宗盛が、 我が子孫、一人といえども生き残らば、むくろうよりともの前にさらすべしという清盛の遺言を、盾に、法王の和平案を拒絶しており、よりともへの激しい憎悪は事実と思われる。末って、源、義経をうに至った経緯は、古くから多くの人々の興味を呼び、物語が作られ、研究がなされている。あ鏡では、 まず、洋和元年7月に、頼朝が義経に対して、鶴岡八万宮の大工への褒美である馬を授ける、引き馬役を命じたところ、義経が不満を示したために、頼朝が激怒したという。続いて、元略元年8月6日、刑にあった義経は、頼朝の内京を得ずに任官し、行き通った頼朝は義経を、兵士追悼軍から除いたことになっている。しかし、 頼朝は8月3日に、義経に、伊勢の平身権追悼を命じ、26日に義経は、追悼使の官府を賜っているなど、この記述は、あずまの他の記事と祖語がある。民間以前に義経は、再開遠征から外れていたとも考えられ、頼朝が義経に対して、何の処罰も下していないことから、この時点での頼朝と義経の対立を疑問視する。 見解もある。一方で、無断人間を知った8月17日以前に、頼朝が何らかの命を義常に下しているのは、当然であり、追悼氏の官府を賜っているのも、朝廷は頼朝に計らず義常を警備士に任じたので、あるから、頼朝に計らず平氏追悼の官府を下しても、不思議はないとも考えられる。義常を恐れたとの説もある。 戦いに敗れることも多かった頼朝に対し、義経は、兵士追悼で、連戦連勝を遂げたので、頼朝は、義経の軍裁を恐れるに至ったとする。義経が、藤原康平に撃たれた直後に、欧州合戦を始めたことは、この説を裏付けるものとして用いられる。兵士滅亡後の鎌倉政権は、極めて重大な時期に来ていた。内乱が収まると、 平追悼を名目にした軍事的支配権の行使ができなくなる。頼朝はそれまで軍事力を持って獲得してきたものを、朝廷との政治交渉によって、平時の状態でも確保でき、補強しなければならない、困難な状況に直面していた。そうした時期であるために、いかに肉親であり、功績のあるものでも、自分に反抗するものは許しておくことはできない。吉常の背後には、 武家政権確立のための対抗勢力である朝廷や、欧州藤原氏があったのである。都落ちした義経をかくまったことで、鎌倉へ召喚された、幸福寺の僧、将校は、義経を庇護したことを質問する頼朝に対し、今関東が安泰であるのは、義経の武功によるものである。残言を聞き入れ恩賞の土地を取り上げれば、人として逆進を起こすのも当然ではないか。 義経を呼び戻し、兄弟で水魚の交わりをされよ。自分は義経のみをかばって、言うのではなく、天下の無事を願ってのことである。とあるびれず直言した。頼朝はその言葉に感じ入り、将校を勝ち長住員の愚装職に任じたことから、義経を憎み切っていたわけではないことが伺える。頼朝は、政治家であり、義経は軍人であった。その相違が、 兵士滅亡後に露呈することになったのである。もっとも、義経に限らず、範頼をはじめとする、源氏一族に対して、頼朝は、清は源氏の統領としての優位性を示す一方で、彼らを将軍家の藩兵として優遇する方針を取り続けており、結果的にその方針が失敗したとしてもそれをもって、義経ら一族を礼遇した、徴用しなかったとするのは、 一方的な見方であるとする批判もある。義経が鎌倉入りを止められ、血類を持って綴った腰越状が届けられた時、自害の後にその首が届けられた時、頼朝がどのような反応を示したかは、あずまかは何も伝えていない。各資料では、相模川橋供養の記録に病を患ったことまでは一致しているが、その原因は定まっていない。あずまかは、落馬。 行間関白期は飲み水の病、上級期は水神に両せられ、堀れ期間は源の義経や安徳天皇らの亡霊を見て気を失い病に倒れたと記している。これらをもとに、頼朝の死因は現在でも多くの説が論じられている。死没の年月日については、それ以外の諸書が一致して伝えているため、疑問視する説は存在しない。頼朝は、 源の三中の三男、源の頼信を外する河内源氏の七代目に、当たる。源の頼光を外する摂津源氏が、生は源氏の着流であり、河内源氏は初流だが、着流を差し置いて、武家、源氏の主流となっている。父方の曽祖,祖父と祖父、父、息子のほとんど、男の孫全員、兄弟全員、父の兄弟のほとんどが殺されており、 父兄三神島以内の男性で畳の上で死去したと伝えられているのは頼朝自身と三男、帝赤月のみである。頼朝の家人の多くは関東に住む武士であった。彼らの家は頼朝の先祖である源の頼信、源頼近、源義家と主従関係をかつて結んでいて、頼朝の父、源義朝に従っていた者も,もいる。 よりともはその縁を生かした。また挙兵には、平家政権下で苦しんでいた武士が多く参加したが、彼らの敵対者だった者も,も迎え入れた。またもともと、よりともと同格の源氏一族も御家人に組み込んだ。さらに京都から文官を鎌倉に招き、政務の助けとした。これらよりともに仕えた家人は、御家人と呼ばれ。 諸国の守護児頭に認じられ、子孫は全国に広がっていった。以下に、主な家人を列記する。なお、御家人の中でも、文様、家の子、侍に分類されるという意見もある。文様、獣文様家子侍文士元独立勢力源氏、その他1180年、平重平による、んと焼き討ちにより、甚大な被害を受けた東大寺を、 ごしらかは天皇に続き源頼朝が外護者となり、最高を大きく支援した。東大寺では、毎年春の修士会での過去帳を読み踊りの際、恒例として一段高く大きな声で、当時造営大世首将軍頼朝を大将と読み上げ、その多大な功績を長く、後世に伝えている。1063年、源頼が、に、岩清水、 八幡宮を誕生し、1180年、源頼朝は、小林郷北山に、鶴岡八幡宮を奉仙した。1185年、父、義友の母壇を弔うための寺院である勝長寺院を、建立。1192年、戦没者の鎮魂のため英福寺を建立。また、地元では、 伊豆山の神社と箱根神社に対する数敬が厚く、両者を盛んに参詣している。鎌倉幕府は、当時絶大な宗教的権威と、強固な経済力、金融運営力、武力、生産技術力を有していた、有力寺社権門に対しては、積極的に関わろうとはしなかったが、比叡山延暦寺と温城寺や、岩清水、八幡宮が争った場合は、 御城寺や岩清水を非いし、幸福寺と東大寺が争った場合は、東大寺を非いした。頼朝は、南都復興の際、東大寺には、手厚い寄進を行ったが、幸福寺に対しては、幕府も頼朝もほとんど協力していない。また頼朝が上落した際、鴨祭りに参列してその後、あず鏡に、鴨社の記事は散見されるが、 比叡山の末社である祇園社の祭礼である、祇園会については、東鏡は、一切記載していない。源頼朝は、北ッ行の社教や埋教、暗唱などを行い、北ッ綿の持ち者と称された。白旗神社内、源頼朝墓所鶴岡八万宮境内の、白旗神社。ありがとうございます。